これ綺麗ですね多分。はい、メガテンです。どうも、オッケーです。お疲れ様です。お疲れちゃん、あの今日はあの前回いつかやった企画の続きなんですけども、マイキー説明をお願いします。あ、はい、ワールドダーツの旅。またやるんかい。まあ、一応なんか説明、はい、一応企画説明しておきますと、こちらまた作ったんかい。ですね、そのベテンのスロットの機種が前代書かれているので、あのまた一人一人ダッツっぽいこれです。はい、そして相手の機種を選んでもらいます。でこの選ばれた機種を当たるまで振っていただきます。じゃあ店長お願いします。いいよ。知らんで変なのだったらこれ大変よ。いきますよ。当たったよ。一応当たった。マロマギ2だ、はい、それじゃあマロマギ2に行ってらっしゃい。行っていきます。じゃあ次、店長。はーい。ダーツの行き先は帰っていいんだろ、それ。これは、直帰、直帰。下手くそか。全然回らん。マニアック説明したかったけど、ゴーゴージャグラー。じゃあ、店長、ゴーゴージャグラーに行ってらっしゃい。行ってきます、ゴーゴー。はい、じゃあ到着、ダーツの旅、行ってきます。もう当てて、すぐ当てますから。桜に負けないよ。チャンスなのかな。負けてるんで。圧倒的有利ですね。圧倒的有利だね。本当は忍び魂とかでいいんですけどね、俺は。ジャグラー打たないからね、本当に。初めてめちゃめちゃジャグラー打った。めちゃくちゃ打ってくる。多分人生で一番打っちゃってるね今。君の願いに教えてごらん。遠征とかな、よう昔言ってたけどな。静岡ぐらいは行った気がするけど。オールナイトしたことあるか。あ、俺もある。三重県。 その時に何打ったかって、デジハネの海です。いや、マジでオールナイトするってやったんすか。オールナイトしたよ。うん、だから31に行って、いやもう満帆なのよ、どこ行っても。満帆だから、本当は何がしたかったって2027なのよ、その時。2027か、多分ね、北斗無双。あれだ。戦国無双だもん。そう。だから戦国無双とかだったら、取り切れないとかないから、いいな。大学1年生か2年生。行ってる？先輩と4人でみんなで2番ずつ出し合って31日に来て31日中に帰ってくる。ヤグラといって、合格中で来てはすぐ当たる可能性はもう。手羽が欲しいですね。
たね。魔力の波動がまだ少し遠いかしら。電柱に入るか入らない。多分この辺りだと思う。もう少し。気のせいですね。気のせいです。君の願いを教えてごらん。なかなか、はい、狙いがすごい。なかなかですか。このマギはコーラスと ART も含む。そうだ。そんないきなり言えるって引かないでしょ、直で。いや、マジで。なんで俺の中では10ゲームぐらいで当たるぐらいなの。いや、マジであかんって、そういうこと。デキレースでいいから俺の勝ちでええやん。いや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 、当たらんな、おい。特に何も盛り上がらないわけで、ジャグラッツ。そりゃそうだろう。液晶もねえよね、こっちは。レギュラー向こう。でもレギュラーもないです。立角。外してきました。どうやって揃えようかな。綺麗に揃えたいな。綺麗に。いや、下段じゃない。下段じゃないな。下段じゃない。綺麗に揃えたい。こう綺麗に揃えたい時ってやっぱ、これ綺麗ですね多分。まあ余裕やな。もうちょっと骨のあるやつが相手じゃないと。マッキーじゃちょっと物足らんな。追加から方針を取る。私はそう決めたんだ。ボーナスは何ゾーンに入ってますね。マッキーさん、ね、来るんじゃないかこれ。来てほしいですね。私もしっかりしなきゃ。気のせいじゃない。気のせいじゃないですよ。調子が来ました。調子が来ました。これからの展開が楽しみ。え、これどうするんですか。やったー。はい、お疲れ様でした。お疲れちゃんです。いやー疲れるね、閉店後打つのも。すいません、2連勝。やっぱジャグラーだと私どもどうしても勝てない。ありがとうございます。2連勝でございます。まあ、またリベンジしたいと思います。リベンジばっかりやる。もう悔しいですね。はい、もうずっと負けてるんで、うん、今のところ誰も勝てへんな俺に。ちょっともうちょっと骨のあるやつ、ちょっと誰か他の店長に呼んだろうか。ちょっと一回。いや絶対勝ちますから、ほんま。ちょっと次はね、もうちょっとレアな台で、まあ僕のちょっと好きな台とかでね、ちょっとあの勝ちたいなと思いますね。はい、じゃあまた次回の動画で会おうぜ。See you! 最後まで動画見てくれてありがとうございます。
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。リリース。